磯崎アテアは、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオにある複合ビル。アテアとは、門・ゲートのい。設計は、日本人建築家の磯崎新とスペイン人建築家のイニャキアウレコエチアであり、日本では磯崎ゲートとも呼ばれる。2004年に着工し、2008年に竣工した。 ツインタワーの全高は83メートルであり、ビルバオトバスク州で最も高い居住用建築物である。1階と2階は商業フロア、3階以上は業務用フロアと居住用フロアとなっている。業務用フロアにはエウスコイカスクンツァや国連教育科学文化機関の支部などが入居しており、居住用フロアには計317室がある。磯崎アテアは、 計7棟で構成されており、ツインタワー以外の5棟は6階建てから8階建てである。当てとは、バスク語で、門を意味し、ビルバオの新市街の入り口という意味がある。総敷地面積は4万1466平方メートルであり、敷地内は14メートルの高低差がある。町の中心にある、モジュア広場からエルシジャ通りを北東に向かい、 ネルビオン川に架か,かるスビスリ橋を渡る直前にある、ビルバオトラムのウルビタルテ停留所が最寄り駅である。磯崎やテアの歩道とスビスリ橋を接続させる際、所有者のビルバオ氏は、スビスリ橋の設計者であるサンティアゴカラトラバの許可を得ずに手すりの一部を除去し、橋のデザインが対照的でなくなった。カラトラバは知的所有権を侵害されたとして、 ビルバオ氏に対して損害賠償を求め、手すりを元に戻すよう求めた。法学者や地元建築家はカラトラワではなくビルバオ氏を支持したが、2009年に高等裁判所はビルバオ氏に対して3万ユーロを命じる判決を下した。ありがとうございます。